今回は愛知県犬山市来栖というところに来ているのだ。ここは何があるの？桃太郎生誕の地と言われる桃太郎神社があるのだ。桃太郎？あのおとぎ話の実在の人物なの？そのあたりはよくわからないのだが、ここは日本にいくつかある桃太郎由来の地の一つなのだ。ちゃんと桃太郎神社の登りまであるね。これがその桃太郎神社なのだ。入り口に猿が桃を持って座ってるよ。なんだか目つきが悪い猿なのだ。こっちは赤鬼がうんこ座りしてるのだ。なんか不満でもあるのかな。ちょっと浮かない表情だ。キジってこんな手足だったっけ。どちらかというとキジの改造人間なのだ。この犬も人間に改造されてしまった感じなのだ。でも表情はなんか爽やかで凛々しいよ。また目つきの悪い猿だ。何か悪いことを企んでそうな表情なのだ。おばあさんが大きな桃を持ってるよ。おばあさんが洗濯していた場所の岩をここに移動したと書いてあるのだ。この板のことかな。これは宮司の人の像のようなのだ。あそこになんかあるね。なんだろう。桃太郎誕生の像なのだ。 YouTube の AI が反応しないか心配なのだ。こっちに鬼が何か持ってるよ。宝物かな。よくわからないのだ。こっちには芝刈りに行ってきたおじいさんがいるよ。ここが一番てっぺんなのだ。なんだかにぎやかだね。愛知県はここが桃太郎の誕生の地と言っているのだ。ひな壇みたいになってるね。鬼が桃太郎の手下みたいな状況になっているのだ。高級クラブの入り口で立って客をチェックする人みたいな感じ。犬、猿、キジに守られているのが桃太郎なのだ。なんかちょっとぽっちゃりしてない？食べ過ぎ？かもしれないのだ。しかしこうして見ると壮観だね。そして向こうに神社の本殿があるのだ。桃の形の鳥居かな。かなり珍しいよね。ここは犬が守っているのだ。ここが本殿だね。賽銭箱に桃が描いてある。鬼の頭蓋骨の写真があるのだ。偉い人も桃太郎伝説を調べに来ているんだね。桃太郎音頭ってのがあるらしいのだ。皇族の人も来てるし、桃太郎祭りってのもあるって。鬼が泣いてる像もあるのだ。こっちは宝物館ってのがあるよ。しかし行った時は閉まっていて入れなかったのだ。楽しそうな像がいろいろあるのに入れないのは残念だね。鬼が泣いたり、おじいさんたちが餅つきしたり。あっちの方はもっとカオスなのだ。この辺りは桃太郎神社だけじゃなく、いろいろ面白そうな場所もありそうなのだ。桃太郎神社の前は桃太郎公園になっているらしい。普通の公園だけど、レストランとお土産屋さんもあるよ。
レストランは普通の感じだったけど、きびだんごも売っていたのだ。ここが俗称桃太郎公園、犬山クリス園地というところだよ。日田木曽川国系公園の中にあるかなり広いエリアなのだ。最後に桃太郎公園も見てみるのだ。特に何もないけどテント張ってるキャンパーが結構いたよ。今回の動画はここまでなのだ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、コメント、高評価などよろしくお願いします。